おそらく奴の単独犯だろう。なぜならギャンブルのルール説明以外密約を交わし協力する時間はなかった。二人目の裏切り者はただの便乗と考えていい。いやいや、それはないですって。なぜだ。このギャンブルを企画したのはトトバミ・テラノとジャバミ・ユメコなのだろう。ならばこの二人が共謀していると考えるのが最も自然。例えばこのギャンブルで全員が負ければ票を流す。公共財ゲームの外でそういうギャンブルをすれば共謀の報酬は保証される。以上だ。分かったら対応するなり次に進むなりして早く終わらせよう。本気で？ん？本気でそんなことを言ってるんですか？ユメコ先輩が票を確実に得るためにギャンブルを企画する？そんなわけないじゃないですか。あなたはジャバミユメコの本性をギャンブルそのものの虜である狂気を見抜き、それすらも計算に入れて戦ったじゃないですか。あなたの力は本物だった。そんなあなたに勝てたから私は誇らしかった。なのにそんなこともわからなくなるほど猛獄してしまったんですか。猛獄？